シーズン初先発となる園川でした。2回、2アウトの後2本のヒットとフォアボールで2アウト満塁のピンチ。ここでバッターボックスは大村。高めのボールをセンターに運ばれます。2対0、近鉄先制です。近鉄の先発はルーキーの宇高。3回です。ワンアウト、ランナー1塁というところでバッターボックスは小坂。センター返しを意識したというこの一振り、右中間真っ二つのタイムリースリーベースとなって2対1、千葉ロッテ追いかけます。さらに4回、フォアボールのランナーを1塁に置いて5番の何かやってくれそうなボーリック、ワンエンドワンからの3球目のスライダーを一振り、第5号ツーランホームランは3対2、千葉ロッテの逆転打となりました。千葉ロッテ先発の園川は5回まで粘り強く投げてきますが、この回ワンアウトの後2本のヒットでワンアウト3塁2塁のピンチ。しかし5番のローズをピッチャーゴロ、そして6番の鈴木もショートゴロに打ち取りまして勝ち星の権利を得ます。その裏の千葉ロッテ、2点を取ってなおもワンアウトランナー2塁1塁でバッターボックス4番の初芝、ピッチャーは品田に代わっていますがストレートを打ちました。レフト線ギリギリのタイムリーツーベース、これで7対2、千葉ロッテダメを押します。結局ゲームは8対2で千葉ロッテが近鉄を下しました。ロッテは5割復帰。これから、たくさん試合残っているので、今までの分をなんとか、取り戻したいし、立山がプロ初登板初先発、3回までは1安打0点できました。しかし4回ランナーを3塁に置いて4番の初芝、これが4号ツーランホームラン、初芝左手1本で打ったような技ありのホームランです。立山は7回3失点、次に期待のピッチングでした。一方マリーンズの黒木智弘は7回まで2安打1失点、完全に完投ペースかと思われました。しかし8回ピンチヒッター1軍に上がったばかりの根本がセンター前にスライダーを持っていきます。さらに9番の金子、ツーナッシングからこれはうまくライト前ヒット、これでファイターズノーアウト2塁1塁。そしてベンチが動いて登場したのは左太ももがまだ完全ではありません、片岡です。一振りにかけたという片岡、ここでしぶとくライト前に持っていって2人返ってファイターズついに同点です。さらに3塁1塁で今度は4番の田中幸雄、ファールで粘って8球目スライダーを持っていってライト線へタイムリーツーベースヒット、5対3としました。結局ファイターズはこの回一気に7点でビッグバンの本領発揮、8対3です。はい、ちょっと汗臭いんですが、防御率が7点台の関根がファイターズ先発でしたけれどもね、はい、この関根が復活してくれないとね、はい、もう優勝争いできません。そうですね。さあその関根のピッチングをご覧いただきます。まずは初回先頭バッターの小坂を迎えます。これ小坂がいいバッティングしました。綺麗でいい当たりで、これ先ねまだダメかなってです、ね、3点ぐらい取られるかなっていう感じです、はい、フェンス直撃のツーベース、その後ツーアウト3塁となりまして4番の初芝、しかしここはバット持ってこの球に威力を自分で感じたでしょうね。そうですね、はい、危ない滑り出しでしたが無失点でした。さあマリーンズの先発はエースの小宮山です。初回2人を倒してそしてフランクリンを迎えて、三者凡退かなと思ったんですが、このブレイディの守備もうなんか足はもうもたもた、帰りかけたんですからね、目測誤ります。そして田中幸雄がセンターへ運んで続く西浦にデッドボール、ツーアウト満塁と傷口を広げます。ムカッとしたまま投げてるという感じなんですね。そしてバッターは今シーズン初スタメンの根本を迎えます。これも打ち取った当たりなんですけれどもね、これはしかししょうがないでしょうね。それはしょうがない、はい、ラッキーな内野安打になってまずは守備の乱れをついたファイターズが1点を先制します。さあ初回は良くなかった関根ですが徐々にテンポが出てきましたね。はい、そうですよ、はい、さあフォアボールのボーリックを置きますけれども、続くブレイディをダブルプレーに切って取ります。だいたい高かった傾向がですね低くなりましたね。そうですね、はい、あこれですね、いい球ですね、あこれは素晴らしい、はい、さあ無失点ピッチングを続けています。8回のマリーンズ、2回から7回まで三者凡退、8回ようやく1回小坂以来の2本目のヒットです。まあちょっと寂しい話ですよ ね、 すね2本目ですから、はい、そしてピンチヒッター鮎川です。
さあ、ツーアウト一塁の場面ですが、しかしここ空振りの三振、チャンスを潰してしまいました。さあ、追加点の取りたいファイターズ8回、先頭バッターの代打畑、これもブレイディの守備ですけれどもね、はい、追いつけません。ピッチャー腐らせるというかね、うん、小宮山はもう今日0点ですよ。そうですね、さあフランクリンを敬遠してワンアウト一塁三塁、そして4番の田中幸雄、チャンスに4番です。さあこれワンワンからの3球目ですがファールです。ツーストライクワンボールとなったところでブレイディから大塚に守備を交代させます。なんかレフト狙われてるという感覚のバッティングですからね、うん、そうなんですよね。そして続くストレートをレフトへ運ばれます。この投球感覚の間がね、小宮山にとっては、はい、気の毒だという感じ、2対0となります。さあ関根ですけれども9回に1本ヒットを許しますけれども、被安打3、125球、今シーズン初完封で2勝目を飾りました。シャットアウト勝利です。さあ関根のインタビュー、なところなんですよ、うん、ところがこの頃の傾向としてですね、これがそうなんですよ、ツーボールになりますよね、これバッティングチャンスなんですよね。だから有利なカウントで打たない打たない打たせないっていう傾向があるわけ、うん、はい、だからね、危ないところで危なくないというおかしな常識が出てきて、最後は三振と、これはね、やっぱり最近の野球の傾向で、はい、フォアボールを取るというような消極的な考え、うん、やっぱり振らねば何事も起こらないということをね、うん、認識してほしいと思うんですよね、はいはい、やらなければ何も始まらないですね。そう、振らなきゃもう問わないんだから、はい、ということで、はい、1点が遠かったマリーンズ打線でした。はい、まあ、今日はロッテ3安打だったんですけど、山本監督もですね、もっと打線が打たないと投手がかわいそうだと、でクリーンアップのうち誰かが打たないと3点以内は投手の責任じゃないと断言したと。なんだ、そうなんですけどね、守りも大事ですよ、はい、あのレフトはちょっと変えないですな、はい、ありがとうございました。今日日本ハム先発は山本